動画のご視聴ありがとうございます。旅すべきものがシバオシンです。この動画にコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、僕は今茨城県取手市の取手駅前にいます。半年ぶりでしょうか、以前関東鉄道常総線の途中下車しない旅をお見せしたんですけれども、今回は関鉄常総線で途中下車しまくります。というのも、関鉄常総線は常総線1日フリー切符で行く特典キャンペーンという、沿線上にある34の店舗とコラボしたユニークなキャンペーンを今年2022年3月31日まで開催中なんだそうです。そのチラシがこの辺りに多分出てると思うんですけども、そんなわけで何かと魅力度ランキングでいつも不遇な扱いを受けている茨城県の魅力を、この日帰り旅行を通して深掘りしていけたらいいなと思っていますので、ぜひ最後までこの動画見てください。それでは関鉄常総線ぶらり旅前編スタートです。これが常総線1日フリー切符です。今回の特典キャンペーンにはこのフリー切符が必要になります。以前、真岡鉄道の益子駅まで乗り降り自由になる関鉄常総線と真岡鉄道のフリー切符を使って旅をしましたが、あのフリー切符では特典キャンペーンを利用することはできません。あくまでもこの常総線1日フリー切符のみ対象になります。そして、この常総線1日フリー切符、土日祝日限定になりますので、その点をご注意いただければなと思います。それから今回の日帰り旅行をするにあたって、条件としてほぼ全てのお店、駅近に絞らせていただきました。というのも、皆さんが関鉄常総線で旅をする時のその再現性を重視したからです。早速ホームに向かってみたいなと思います。では電車に乗りたいと思います。まずは最初の目的地、戸柱駅に向かいます。戸頭駅やってきました。今回初めて下車しました。この戸頭駅では甘いものに目がない皆さんにはとても興味深いものをお見せします。
戸頭駅を出発しまして約5分ほど経過したんですけれども、あれですね、あれが今回の関鉄上総線ぶらり旅で最初に訪れるお店です。最初のお店はこちら、小川製菓さん。こちらのお店では上総線の1日フリー切符を持っていると甘納豆の試食ができます。これが小川製菓さんで試食できる甘納豆だそうです。では甘納豆をいただきます。上品な味がします。しつこさは全く感じません。これは美味しいな。この甘納豆、一つのパッケージの中にいろんな味が入っているので食べ飽きることがないですね。というわけで甘納豆完食しました。急にお店の方が混み合い始めてしまって、許可を取って椅子をお借りして外で試食をさせていただきました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけで小川製菓さんで甘納豆をいただきました。小川製菓さん、もともと東京の学習院の近くに工場を構えていらっしゃったそうなんですけども、いろいろなご事情でこちらに移られたそうです。それでお店に足運ばせていただいた記念としておせんべい持ち帰りたいなと思います。では次の駅へ向かいましょう。戸頭駅のホームに戻ってきました。これから終点の下館駅まで向かってしまいます。というのは関鉄上総線もう一つキャンペーンがあるんです。こちらに今出てるかなと思うんですけども、下館ラーメンラリーというのを2月27日まで開催なので、景品をゲットしたいなと思っています。電車が三津街道止まりだったので下館駅の電車あと15分ほど待ちます。下館ラーメンラリーの新たな情報を発見しました。それは下館駅に着いたら、まずこの下館駅でのスタンプをいただかないといけないんですね。プラスラーメン店からスタンプいただかないといけない。ここに書いてあるんですけれども、4ついただけるものがあります。今回関鉄のオリジナルのお箸、これをゲットしたいと思っております。というわけでもう間もなく下館駅の快速電車、この1番ホーム現れると思いますので、もうしばらく待ちたいと思います。
終点の下館駅までやってきました。さてここからは特典キャンペーンと下館ラーメンなり両方楽しんじゃいたいなと思います。下館ラーメンラリーのスタンプまずここでゲットできるそうなんで押していきます。スタンプを押します。こちら下館ご当地ラーメン下館ラーメンです。下館ラーメンは何といってもこの鶏皮と鶏のチャーシューが最大の特徴です。あとスープは基本的には濃い口醤油ベース、ショートですから多忙な商人が手早く食事を取れるように考案されたのがこの下館ラーメンなんだそうです。はぁ、お腹が空いてきました。早く食べに行きましょう。そうそう、下館駅の中に実は一人カラオケボックスあったそうです。これ他の駅にはない特徴じゃないでしょうか。日頃のストレス発散に何曲か歌って帰る最高の贅沢だと思います。下館駅を最寄りにしている方は羨ましいと思います。というわけでこちらの麺屋葵さんでラーメンをいただきました。見てください。
今回ゲットしたいと思っている関東鉄道オリジナルらしいんですが、もう1店舗スタンプをゲットしなきゃいけないのでゲットしていきたいなと思います。2軒目のお店はこちらのラーメン半十郎さんです。下館駅から徒歩わずか3分圏内にあります。さあ、このお店でスタンプと特典キャンペーンの特典を両方いただくことができるでしょうか。ちょっと行ってみます。ということでラーメン三十郎さんでラーメンをいただきました。二郎系ラーメンの流れを組むということでかなり力強いラーメンで食べ応え満点でした。三十郎さんは下館ラーメンラリーにも参加していらっしゃいますので、あっさりとスタンプゲットできちゃいました。これで関東鉄道オリジナル箸ゲットできます。すぐ目の前に下館駅ありますのでスタンプの台紙を持ってご対面としたいと思います。関鉄上総線ぶらり旅前編楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。